あ、俺も8月東京行ってるで、多分。うん、8月東京行ってる。お前、おい。仕事辞められる。辞められるだよ。マジで辞めだな。やってられる。もっと早く気づいてもよかったと思う。ね、アルバイト。ハンドでは髪の毛なかった。前は今の3歳やばあれが1年ぐらい2年、2年ぐらいじゃん。2年や、2年や、そうやな、2年やな。おばちゃんなってんねんで。そのおばちゃん油かいじて、あ、入った時から脱ぎ出したよ。てか俺の時期でもすぐ靴下脱ぐしな。その前に腕かわからへんか、勝手に掘ってあるしな、靴下。くつろぐの早すぎ。8月入ったらじゃないとクラゲに刺されやがるから。8月頭あったな。東京は面接やろ。うん、あれでな、昨日じゃないよ、今日の朝、電話かかってきて、うん、合格をもらったらしいねんか、うん、で、場所がな、ラフォーレやねんってさ。あら、ええー、とこね。原宿のラフォーレらしいねんか。ええー、とこね。そうなんや、うん、あなたどこの子？でも多分な、初めてそうやからさ、バイト。うん。うん、あかんわ。ちょっと難しいんちゃうの。しかも人多いやろ、絶対。え、お客さんってこと？うん。だって平日もすごい多いやんか。ああ。どんだけこう服畳まなあかんって。そうやな。あれ結構大変やろ、服畳むの。私はもう、寝れっ子やから。出た。出た。え、今もどれぐらい働いてんの？お畳を下して。5年目。マジで？あ、じゃあ、うん、え、4年そんな長いバイトって。え、だじゃあ、だから専門学校の時で3年間とだから4年。ああ、じゃあ4年目や。結構な、マジや。そうや、マジやで。なんかあれな、続けるくとかはなんか続けるくつはなんか手の抜き方とか。そうやね、そうっす。そうっす。お前ちゃって。お前の顔出てこへんぞ。俺シュールやから。出てこへんぞ。俺シュールやから。